こんにちは下坂えり子です今回は私が YouTube 登録者数800人で低迷していたところそこから YouTube 動画をしっかりと作って3000人になるまでにやったことを解説したいと思います。まあ、実際にしっかり取り組んだのは3ヶ月程度なんですけれどもこれらでどんな動画を作ってどのような対応をしてこのような結果が得られたのかを全て解説したいと思います。 まず最初にこちらが私の YouTube チャンネルです。まあ、もしよかったら見ていただければと思います。現在チャンネル登録者数が3000人目前になっております。一日何もしなくても10名ぐらいずつ登録者数は増えていますのでもうすぐ3000人は越すかなというところです。ご覧の通り私がこの YouTube チャンネルを大きく短期間で成長させたのはしっかりと YouTube 向けの動画を作ったことでした。 それではどんな動画を作っていったのかビフォーアフターも含めて見てみましょうまず最初にこちらはですね私が元々アップロードしていたものですもともとこういう感じの youtube をあの定期的に出して出すということはしていました実はこちらは youtube 用に作った動画ではありませんでした なのでアップロードしてもですねチャンネル登録者数は現在これは11ヶ月経っているのにたった2名しか増えていませんそして視聴回数もたった28名しか見ていただいていませんつまりアップロードしてもあまり見ていただけないしあまり評価もいただいていないというところですそして高評価は2ですね2人の方に高評価を押していただきましたこんな状態がずっと続いていたんですねここでで私はは動画をアップロードすするんですけれどもあまり見てもらっ 得ていない動画をアップロードしてしててまってるのではないかっていかう,うに悩ん,だんです、ね、でそこでマーシャンしっかり YouTube 動画をしっかりとした YouTube 動画を作って YouTube 用にアップロードをすることでチャンネル登録者数とか高評価を伸ばす施策はできないだろうかというふうに思って本格的に取り組むことにしました。 そしてこちらはですね以前の私のチャンネル登録者数の推移ですね毎月の増え方はですね22名ぐらいですねだいたい10名から20名ぐらいはチャンネル登録をしてくれていたんですけれども、まあ、なかなかじわじわとしか伸びないという感じで、まあ、じわじわ度合いも、まあ、10名でもとてもありがたいんですけれどもあのチャンネル登録者数を増やすという意味ではあまり増えていないかなというふうに思っていました。まず 一番最初に私がやってみたのはこの YouTube 用に一つ動画を作るということでしたそして講義の中でも言っているんですけれどもしっかりと高評価をもらう呼びかけとかいいねをもらう呼びかけそしてチャンネル登録してくださいねみたいな呼びかけもすることにしましたそうしましたら、えっと、視聴回数は355回ですね 当初もともとアップロードしていたのは28回でしたのでそれに比べたらかなり視聴回数は増やすことはできましたチャンネル登録者数もこちらは8名この動画から頂い,いておりますそしてなんと高評価ですね呼びかけたことによって14人も高評価をしていただけたという結果が出ました それではちょっとこの動画を見ていただきましょうはい、中身なんですけれども特に動画編集とか動画の効果は加えていなかったんですねまあ説明の説明用の動画になっていたということですまあ、他にも要因があるかもしれません他の要因として考えられるのはまあ、こちらは google という大きなキーワードはあるものの sg e というのがあのニッチだったのかなっていうふうに思いましたあまり 一般的にこの SGE を知っている方はあまり少なかったので、まあ、私のチャンネルをいつも見てくれている人だったり SGE を調べた人にしかあの響かなかったのかなというふうに思いましたこれが私の見解ですこちら9月13日にアップロードしていますそして次にアップロードした動画はこちらです、はい、こちらも同じような感じでしたね AI で外注費をカット動画をブログ記事にするという若干あのみんながこういうのなら 興味があるかなというふうに思ってこれをやりました。まあ、その結果、先ほどの動画と同様ですね。204名の視聴回数とチャンネル登録者数はえっと12名増えてで、高評価は12名12個いただくことができました。そして動画の内容ですね。それではこちらを見てみましょう。はい、こちらは若干あはい。特に動画編集は？ せずに、まああの私のいつも通りの動画の解説ですね、解説動画っぽくしていたというところです。はい。ただし最後の方でいいねとかを呼びかけていたということはしていました。まあなのでその結果、あの高評価とかチャンネル登録は少々はいただけて見た方にはいただけたけれども、まあ、そこまで伸びなかったという印象です。そして次の動画です。 ここで一気に私の YouTube チャンネルは伸び始めましたで。ここを見ていただきたいんですがまずアップロードして7日ですね7日でなんと2415名の方が見てくれたんです。でこの時はもう本当にアップロードした時の初動からあの動きが違いましたすぐに100回とかいったんですね。でこちらはですねすぐには100回はなかなかいかなかったんですけれども。 はい、こちらはアップロードしてすぐに百回回り始めて、一週間で二千四百十五名。今回の視聴回数ですね。九千二百三十三回と、先ほどの別の動画と比べましてあの、大幅にアップしております。そして、チャンネル登録者数も全然違いました。三百十五名の方がチャンネル登録をしてくださって、高評価も二百八十三もいただいています。これまでの動画は、まあ、この感じだったんですけれども、はい、それと比べたらかなり。 うまくいった動画というふうに言うことができるのではないでしょうか。さらにまもっと前の動画だとまあ、チャンネル登録者数も2位とかなのでそれよりはかなり大幅にアップロードアップしていきました。 でこの時の成功要因としては、まあ、チャット GTP がとても流行っていた時期でした。なのでそこそのチャット GTP を使ってショート動画が作れるというコンテンツがとても視聴者にとっていい動画というふうに評価されたのではないかというふうに分析をしております。まあ、なおですねこちらここら辺からちょっとこの動画を見てみましょう。 なおですね、こちらの動画ですねここら辺からこのような動画編集をしっかりとやるようになりましたこれをやることによって、まあ、見ている方に退屈させない飽きさせないという工夫をしようかなというふうに思います、まあ、まだここは動画編集がまだまだちょっと少なかったかなというふうに思いますがあの少々動画編集を入れ始めたというところですそしてその後の動画ですねこれの1週間後ぐらいに出した動画ですこちらもですね、アップロードして、 一週間で七百九十一人が見てくれて、現在一点四万人が見てくれています。そしてチャンネル登録者数も六百二十一名とぐんぐん伸びています。そして高評価は五百六十二とさらにうまくいった動画かなというふうに思います。そしてこれも注目ポイントなんですけれども、今日現在ですね、これアップロードしたのが十一ヶ月前ぐらい。 あちょうど1年ぐらい前になっちゃうんですね1年ぐらい前なんですけれども本本日日でですすねねこれれもまだ見られているんです、ね、で先ほどアップしたあのその時のトレンドのチャット g t p だけの動画に関しては本日誰も見ていただいてないんですけれどもこちらに関しては今日もなおあの見られている検索されているということでこのように現在もまだ調べられているような動画をアップロードすることができれば どんどん新しいお客様を連れてきてくれるということになります。これもちょっと一緒に見てみましょう。はい、これですね。こちらから動画編集ちょっとあの見やすいようにとても頑張ったという動画になります。まあ、今回のレッスンでいろいろ説明をしておりますが、あの字幕を加えたり効果を加えたりというところを もっと入れることによって飽きさせない工夫をしました、まあ、しかしながらこの動画は実は30分もあるんですけれどもすべてにこれを入れているわけではなくてあの冒頭ですね冒頭の説明の部分ですとかのところで入れてありますで途中のですねこの内容を説明するところではそこまでたくさん 動画編集を入れてはいないんですね。なので適宜全てに動画編集をやると結構大変になってしまいますがあの冒頭の導入のところですとかあ,のあと最後ですね最後の,あの推しのところとかを動画編集の効果を入れていただいて見やすくしていただくといいかなっていうふうに思います。そしてまあこのようにですね必ずいいねと高評価くださいということとかチャンネル登録してくださいねということをお伝えをしているというところになります。 そしてその後アップロードしたものですね。ではこちらですね。こちらはのちょっと季節ものになるんですけれども、さらに私の専門分野ではなかったんですが、これがですね、なんと、 前回は1.4万人で多いなというふうに思ったんですがこちらはですねなんと4万回も見てくれています。さらににチャンネル登録者数はは258 405名名高評価は名になりますでこれの分析としてはあのこれのやり方を説明している人がいなかったというところとエコーショーという商品がですね Amazon のキャンペーン商品というかあの季節 定期的にキャンンペーンをやる商品だったんですねであの。私は純粋にこれを説明しようというふうに思ってアップロードしただけなんですけれどもあのこれもですねこれはアップロード直後はそんなに伸びませんでしたですがあのじわじわと継続的な伸びを見せましたさらに本日現在もリアルタイムでこんだけの方があの見てくれているというところがありますので人気商品とか検索され続けるものをアップロードできると強いかなというふうに思います。 そして最後ですね、こちらがチャンネル登録者数の推移になります。まあ、ここが一番頑張って動画を出した時期が2023年10月でした。この時1ヶ月だけでなんと469名もチャンネル登録者数が伸びたんですね。で元々の私のチャンネル登録者数は1ヶ月22名とかあの10名から22名ぐらい だったのがあのここで動画をしっかりと頑張ったことで四百六十九名も増えましたでこの時にやったのは一週間に一本程度だったので四本の動画だけでこれだけのことになりましたでその後ちょっとペースダウンはしてしまったんですけれども一ヶ月これ頑張っただけでこのくらいいくので頑張り続けるというか一週間に一回いい動画を出すということができればどんどんチャンネル登録者数が増えていきますしもっと成長はすることはできると思います、まあ、ただですね私は あのここでストップしたとしてもこの時の動画がいまだに回り続けて新しいお客様を連れてきてくれているということになりますので一定期間頑張るのでもうこれだけの効果が得られたという事象になります。以上が今回私がチャンネル登録者数が低迷していた時からチャンネル登録者数3,000人に届くまでにやったことになります。 しかしやっていく中で動画をどんどん改善していったり見やすい動画にしようというふうに心がけることによって、まあ、いい動画が作れるようになったということになりますので是非これを見た方は希望を持って取り組んでいただければというふうに思っております。それではご視聴いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。